2016年1月下旬の東アジアの寒波は、2016年1月22日から25日頃に、東アジアの大部分とインドシナ半島の一部、南アジア北部の一部を襲った寒波で、記録的な低温と降雪を多くの国にもたらした。日本の沖縄本島で観測史上初めてみぞれを観測し、多くの地域で、それまで数十年間で最低の気温を記録した。 台湾で少なくとも85人が1月22日から24日の週末の間に気温の急激な低下によって低体温症と心停止で死亡した。タイでは14人が死亡し、日本では6人が死亡した。この寒波は大流圏内で起きた急速な北極圏の温暖化に促進されたもので、これが北極振動指数を急速に正から負に変化させ、東アジアでは 偏西風が南へ蛇行した。これによりシベリア高気圧が強化され、ブロッキング現象が発生。中国東部から西日本を中心に強い寒気が南下した。香港天文台の観測では1月24日に摂氏3.1度まで気温が下がり、59年ぶりの記録となった。香港各地はみぞれを観測した。大防山では引く。 摂氏6.0度の記録的な低温となった。大坊山へ珍しい霜を見に来た観光客らが低体温症となり、129人が救助を要請し67人が入院した。1月25日には幼稚園、小学校、英気学校協会で51万人以上の児童が休校となった。休校は、 香港教育事業人員協会により提案されたもので寒さを理由に教育局が休校を決めたのは初めてのことだと言われている。批判を受け当局はほとんどの学校に暖房がないことを理由に挙げた。香港市場小学校長会の副会長は道路が滑りやすくなっているため冬タイヤの装備のない香港のスクールバスでは危険だとして決定は正しいと述べた。日本では 西日本から南西諸島を中心に強い寒気が流入した。日本海側を中心に大雪となったほか、九州でも一部で大雪となり、長崎市で24日、1906年の観測開始以来最大の積雪17センチメートルを観測した。また、鹿児島県奄美大島のなぜで115年ぶりに雪を、沖縄県久米島で39年ぶりにみぞれを、 同県名護市で観測史上初めてみぞれを観測した。沖縄本島で雪が観測されたのは初めて。九州では24日から26日朝にかけて記録的な低温となり、24日は山口市、佐賀市、長崎市で真冬日となった。25日には熊本県人吉市で1943年の統計開始以来最低の低、摂取点八度を記録し、 鹿児島県伊佐市大口で1977年の統計開始以来最低の低、摂氏15.2度を観測した。九州各地で凍結による水道管破裂、損傷が起きて断水が相次ぎ26日午後時点で、福岡県で約13万世帯、長崎県で約5万6千戸が断水した。甲州市では24日、1967年以来、 初めて雪が観測された。新鮮市でも珍しく、雪が降った。甲州では少なくとも4人が暖房による一酸化炭素中毒で死亡した。24の観測点で過去最低気温を記録した。内モンゴル自治区では低雪死46.8度の過去、最低気温を記録した。雪と低温により、韓国南西沖のチェジュ島では1200便の飛行機が、欠航し、 約9万300人の乗客が足止めされた。移領島は137.3センチメートルの積雪に覆われた。ソウルでは24日、15年ぶりに引く、摂氏18度まで下がった。北朝鮮では、平壌で引く、摂氏19度、山地園で引く、摂氏37.5度まで気温が下がった。4万人の建設作業者が建設現場から撤収したと伝えられている。 台湾での積雪状況台北、陽明山の大田室山で見られた積雪台北、陽明山の雪台北、陽明山の雪大寒波が1月22日から24日の週末に押し寄せ、台北市では25日に過去44年間で最低の摂氏3度まで気温が下がった。陽明山で引く摂取3.7度、馬蘇島で摂取0.3度、金門県で摂取1.3度、 玉山で低接ヒクセッ4.5度の過去最低気温を記録した。台湾は亜熱帯の気候であるため多くの家に暖房はなく、住民は寒さに苦しんだ。台湾全体で少なくとも85人が低体温症や心疾患の悪化で死亡し、このうち66人は台北市と東園市で16人は高雄市だった。犠牲者の大半は自宅で亡くなった。しかし、 保健当局は直後に死者は3人だけで45人が救急病棟に入院したと発表している。玉山では雪が16.2センチメートル積もった。寒波により作物に深刻な被害が生じ、損害は苗くり県だけで2000万ニュータイワンドルを超えた。馬英急相当は農業被害を国家的懸念であると表明した。タイのバンコクでは気温が 摂氏15度まで下がり、チャイナート県では、摂氏13度まで下がった。体全体で14人が死亡し、多くは、持病の悪化か呼吸器疾患であったと伝えられている。ベトナムのハノイでは、摂氏6度の最低気温を記録し、約20年間で最低の記録となった。ベトナム北部のラオ海省の山々では、雪が降った。ラオスでは、フアパン県で、摂氏0度まで気温が下がり、 また一部の高地では、霜が下り、サムヌア群で水牛が死んだ。インド北部では、低、摂氏16.6度まで気温の下がった場所もあり、ニューデリーでは摂氏5度を下回った。気温低下により生じた霧により、インディラガンディ国際空港では遅延が生じ、ニューデリーでも列車が運休した。ネパールでは、濃い霧と寒さにより、ラウテハト群と パルサ軍で700の学校が閉鎖され、全土で寒さに関連した疾患の患者が増加した。ありがとうございます。